こんにちは、ようくん町村チャンネルです。本日は鹿児島中央駅周辺を散策する動画でお送りします。南九州最大都市とは聞いてますが、ここまで都会なんだと正直衝撃を受けました。その街の様子や他主要な場所も撮影しました。鹿児島が少しでも分かってもらうような動画でお送りします。よろしくお願いします。ちなみに鹿児島中央駅は駅ビルアミプラザと直結してます。それでは繁華街方面桜島口を出て駅の周辺の様子を見ていこうと思います。さあ、こちら鹿児島中央駅側ですが、右側がアミプラザ本館、なんと観覧車まであります。なかなか駅前に観覧車って街はお目にかからないので新鮮です。そして左側の黒光りのビル、あちらがアミプラザ鹿児島プレミアム館、さらにお隣はマンションの鹿児島中央タワー、低層階には商業施設ライカ1920が入ってます。さらに駅から背を向けるとホテル、バスターミナル、ほかテナントの入る14階建ての高層ビル、さらにお隣にはイオンの建物があります。どうでしょうか、駅前には商業施設が充実してて高層ビル、マンションが建っており、かなり栄えている様子が伝わったかと思います。しかしこれはまだ序の口、鹿児島にはさらに賑わう繁華街が存在します。この後観光地巡りを終えた後にそちらの様子を映したいと思います。こちらはアミュ広場ですが、動画の最後はこちらと駅周辺の夜景も映したので、ぜひ最後までお楽しみに。それではこちら、駅から鹿児島シティビューというバスに乗ります。主要な観光地を回り、最後は駅まで一周するバスです。現在駅を背にまっすぐ伸びる通り、ナポリ通りを走行しています。ちなみにナポリという名は、市街地から桜島を望む景観が、イタリアのナポリからベスビオ火山を望む風景に似ていることから、鹿児島市は東洋のナポリと言われているみたいです。途中維新ふるさと館前に泊まりました。何でも幕末の薩摩と明治維新のすべてが一目でわかる歴史観光施設との情報です。そう、鹿児島市は西郷隆盛、大久保利通の出身地です。もう超有名ですよね。街中にはお二人の立派な像が立ってます。後にそちらも映像に映してますのでお楽しみに。現在高見馬場付近を通ってます。路面電車の乗り換え地点です。ここをもうしばらく進むと鹿児島の繁華街天文館があります。そこの近辺アーケードが大変素晴らしいので、そちらもぜひお楽しみに。これから向かう先は城山展望台というところで、繁華街天文館付近の裏側にある山、そういったイメージかと思います。はい、城山展望台付近に着きました。ちなみにバスは30分に1本で運行しているので、目的地の観光地で降りて次に乗るバスの時間を決めると、大変便利な運行形態をとってます。では展望台からの風景を映していきます。どうでしょうか、ビル群が立ち並び、鹿児島は都会であることがよくわかるかと思います。本当は夜景も映したかったんですが、前泊の際夜遅かったのでバスがなく、そこはあしからず。さあ、そして奥には桜島が見えてます。すごい迫力ですよね。ちなみに桜島はかつて島でしたが、1914年の噴火により対岸の大隅半島と陸続きになったみたいです。では次の目的地に向かいます。バス乗り場の近くには12月でもお花が植えられてて、気候が穏やかなことも伝わったかと思います。ここから先バスは複数の観光名所に停車し、市街地から離れた海岸線にある仙巌園前を目指していきます。こちら仙巌園は桜島を望む雄大な庭園、日本を代表する大名庭園でも大変有名です。で、残念ながら時間の関係でちょっと降りれなかったので、ここからお詫びに市街地側に戻る際の美しい景色を載せておきます。こちら日豊本線の鉄道が走ってます。小倉から大分、宮崎を通り鹿児島を結ぶ路線、海岸線を走り非常に良い味が出てます。そして海岸にものすごい近いところからの映像、海の色がとても綺麗ですよね。で、はい、桜島登場って流れです。見る場所によって桜島の雰囲気が違うので、これはマジで飽きないです。バスは市街地方面に戻りながら走行してます。途中鹿児島駅も止まりました。鹿児島は鹿児島中央駅が中心駅となります。こちら鹿児島駅は市街地というよりはマンションが立ち並び、ベッドタウン、そういった印象を受けました。それではウォーターフロントパーク前で一旦途中下車します。景色が南国感漂ってますよね。正面のガラス張りのビルは NHK 鹿児島放送局です。ウォーターフロントパーク内もこんな感じで南国テイストの公園になってます。奥に見える白い建物はイオワールド鹿児島水族館です。
で、ここで桜島に注目。あれは煙なんですかね、それとも雲なのかな。ついさっき見た様子とはまた異なる様子にちょっと感じます。他、ウォーターフロントパーク付近にはこちら桜島フェリーターミナルがあります。外観がすごい立派です。空港ティックな感じがちょっとありますね。しかし初めて鹿児島に来て、ほんと予想以上に桜島の存在感の強さを身にしみました。あと付近にあるマック、九州ではマック、それともマクド、どっちで呼んでるんですかね。なんとなく周りはカリフォルニア感が出てたので、よりアメリカンな気分を味わうことができました。はい、それではバスに乗り鹿児島中央駅まで戻ります。そこから路面電車を使って鹿児島の繁華街天文館付近の様子を映していこうと思います。それでは鹿児島中央駅のロータリーを歩き、路面電車のホームまで向かおうと思います。さあ、やってきました路面電車。何でも100年以上の歴史があると鹿児島市観光ナビに書かれてました。非常にいい味が出てます。はい、それではこちらに乗車して天文館まで向かいます。こちらの通りの途中には、はい、大久保利通の像があります。後に天文館付近には西郷隆盛像もしっかり映していますので、お楽しみに。あまり僕歴史に詳しくないので語るのはおこがましいですが、明治維新に関わるお二人のことをよく勉強してから鹿児島を旅行するとより楽しめると思いますので、皆さんも来るときはぜひ。ってことで、まもなく天文館付近に到着します。栄えてますよね。天文館付近は路面電車、路線バスで道路が大変混雑してます。まあ交通の便はとても良さそうです。正面の建物はセンテラス天文館、高層階はホテル、低層階は商業施設で、2022年春に開業との情報です。そしてそして、センテラス天文館を背にして映してますが、こちらが天文館本通りのアーケード。こちらのアーケード街は大変にぎわってます。その前にセンテラス天文館の裏にもアーケード街があるので、そこから歩いていこうと思います。センテラス天文館の裏側にあるアーケード街ですが、ここもたくさんのお店で栄えていることがよくわかるかと思います。左手には無邪気、鹿児島生まれの白熊の有名店です。白熊はもう皆さんご存知、フルーツとミルクシロップがかかったあのかき氷のことです。実はこの通りの後ろ側にはまた規模の大きい歓楽街がありまして、アーケード入り口から左側、そして右側、アーケードを背にしてこちらの通り、アーケードと並行している文化通りなど、非常に飲み屋さんが多い歓楽街を形成してます。ここだけではなく枝分かれする各通りも非常にお店が多く賑わってました。すごいですよね。さすが南九州最大の歓楽街です。夜になるとネオンもきっと綺麗なんでしょうね。ただ宮崎訪問の際、宮崎の歓楽街もなかなかすごかったので、ぜひ僕の宮崎の動画もよかったら見てください。ではお待ちかね、道路を渡った先のアーケード街を歩いていきます。ウィキペディア情報ですが、天文館ではアーケード街がアーチ型、屋根型を合わせて約 2km にも及ぶみたいです。アーケード街はいろんな全国の都市にありますが、鹿児島はその中でも桜島からの灰対策に特に重要なものかと思われます。ここで簡単に鹿児島市の概要をお伝えします。人口約59万人の中核市です。なかなかの人口数ですよね。もう政令指定都市になってもおかしくないくらいの人口を有してます。九州では福岡市、北九州市、熊本市に次ぐ九州第4位の都市です。ちなみに中核市では千葉県船橋市、埼玉県川口市に次いで第3位となり、要は首都圏の中核市の次が鹿児島市と、もうこういった情報からも鹿児島市は都会であることがよくわかるかと思います。現在アーケード本通りをまっすぐ歩いてきました。途中交差する別のアーケード街の様子も伝わったかと思います。ではこちら本通りと交差するアーケードを歩き、一旦アーケード街を抜けようと思います。しかし鹿児島の繁華街はものすごい栄えてますよね。この辺りに住んだら相当便利かと思います。でこちらアーケードから抜けた正面の通りですが、こちらをまっすぐ進んでいきますと西郷隆盛の像があります。もうこれは鹿児島に来たら絶対来る場所ですよね。すごい貫禄です。ちなみに像が置かれている通りには公共施設、美術館、博物館が多く集まっている、そのような感じがしました。で先ほどの天文館アーケードとは別に路面電車が走る通りを目指してます。今朝日通りというところを歩いてます。で今路面電車が走る通りに着きましたが、この辺りもすごい栄えてるんですよ。まず南日本銀行の建物、いやー立派ですよね。
そしてカメラを左に回すとこんな感じ。ちょっとね、近くまで行ってどんな様子か見ていこうと思います。で、こちら百貨店山形屋があります。建物も大きいですし、老舗感がとても出てますよね。これだけじゃないんですよ。山形屋の脇にはまたアーケード街があり、中の様子はこんな感じ。天文館本通りとは別にアーケード街があり、鹿児島は正直1日じゃ回りきれないほどに繁華街にお店が充実してます。他、山形屋の向かいにある鹿児島銀行のビル、こんな近代的な高層ビルも建ってます。他、丸屋ガーデンズというこちらは複合商業施設と、鹿児島の栄え方は本当半端ないです。もうね、撮影がかなり苦労しました。ってことで、この後空港に向かいました。最後に鹿児島中央駅周辺の夜景をお届けするのでお楽しみに。ちなみにこちらカルカン、空港内では鹿児島ラーメンさつま揚げをいただきました。めちゃくちゃうまかったです。夜の景色はまた昼間と違った街を表します。それでは素晴らしい鹿児島中央駅周辺の夜景を見てください。こちらは鹿児島中央タワーとライカ1920の様子です。で、こちらはアミプラザ本館と観覧車、もはやテーマパークにいる感覚になります。で、下に位置するアミュ広場の様子、めっちゃ綺麗ですよね。初めて来た時夜だったので、これをいきなり見た時はマジで衝撃的でした。また駅付近にも飲み屋が多く集まり、天文館だけではなく駅周辺も結構楽しめる、そういった印象を受けました。はい、以上鹿児島中央駅周辺を散策する動画でお送りしました。今後も街ブラをどんどんやってきますので、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。